船形山の神社は、宮城県黒川郡大和町吉田にある神社である。宮城県神社町には、船形山の神社で登録されている。別名は船形山権現社、増沢権現。旧社格は孫社。船形山の山麓に位置し、船形山を要拝する神社であるが、山頂にも、船形山御所神社という祠があり、これを、 船形山の神社と記載する文献もあるが、別の神社である。なお、旧神式は当神社を、式内、行神社に否定するが、その論拠は不明である。その他十二神章と大黒天を祀る。ご神体として高さ15センチメートルの、近藤菩薩立像があり、普段は、船形山中の秘密の場所に埋めてあるが、 5月1日の霊祭の時にのみ掘り出され開帳される。この立像は北魏時代の様式を残しており、北魏の影響を受けた朝鮮三国時代の政策と推定されており、日本への仏教公伝前後にトライ人によってもたらされたものと思われるが、どのような経緯、ルートで東神社に安置されるに至ったのかは全くの不明である。創建年時は不明であるが、 一説には、藩税天皇の時代であるとされる。船形山を妖配する神社として建立されたと、されている。江戸時代には、仙台藩より寄進を受けた。山和町宮床にある直眼寺であった、新言周藩峰山しがらき寺を、別当寺として、船形山権現、松沢権現と称し、仙台藩内の天子行き当初十箇所の一つであった。 祭神の項で述べた、東神社の、ご神体とされる像であり、5月1日の祭礼の日、以外は、山中の秘密の場所に埋められている。日本彫刻史研究者の久野健は1979年5月1日に、本像の調査を行った。久野によると、本像は、総高19.4センチ。 造庫15.0センチの銅製の菩薩立像で、土菌は大部分剥落しているが、ごく一部に残っている。図上には三つの花形飾りをつけた方冠をいただき、それぞれの花形飾りの中心から下心が、前方に突出しているのが特色である。両手は胸の辺に上げ、右手は指を下に、左手は上に向け、いずれの手も第4.5指を曲げて、 他の3本の本指を伸ばす手には体の前面では X 字状に交差し、体側ではヒレ状に左右に広がる。体の前面には葉楽が手にと同様 X 字状にかかる。背面には元後輩を取り付けていたが残りの状況から見て本像はもともと三尊像の脇地として作られた可能性が高い。前述の 宝冠の花形飾りから花芯が突出する装飾や大座連肉の砲弾系の形状などは日本の上代混同物には見られないものであり本像が三国時代の朝鮮半島からのトライ像であることを示唆する大和町役場がある吉岡地区の西方約 20km の位置にある宮城県道四十七号マスサは吉岡線を船形山方面に進み 船形山登山口の一つでもある旗、坂キャンプ場付近より、王城、寺原演習場の西側外苑を回って、鹿間町中心部へと向かう林道に入る。ありがとうございます。